初日中を迎えたお気持ちと,とともにご挨拶をお願いしたいと思います、えー、まずはですね江戸市居屋港のケラ・コウズケの助、えー、三門芝居の、えー、怠け坊主高明この、えー、二役を演じられました室内剛さんお願いします春の足音が少しずつ近づいていくのを感じる今日この頃足を運んでいただき ありがとうございます役者をやってます村内康です <laughs> よろしくお願いいたします本当に足を運んでいただきありがとうございます、えー、今日は舞台挨拶ということで皆様の思い出に残るような舞台挨拶にしようと頑張りますのでよろしくお願いしますまず最初に私事で恐縮ですが本当に私事でちょっと一回だけ映画から離れますがあの昨日二年ぶりに髪を染めまして <laughs> 全くいいもう関係ないことですけどもあのー、黒くしたらすごく恥ずかしくて <laughs> なので申し訳ございません写真を撮ってくれている方皆さんここにモザイクをかけて記事はお願いいたしますモザイクかけた方がもしかしたらヒット数も上がるかもしれませんのでよかったあ優しい声やめてありがとうでも本当に写真の皆さんこうどういういモザイク機能はもうついてるでしょう、ね、よろしくお願いいたします あの、すみません、ちょっと1個聞きたいんですけど、はい、春の足音が近づいてくるだと分かるんですけど <laughs> 近づいていくって言ってたんですけど <laughs> <laughs> それってどこに行ってるどっかに行ってるのどっかに行ったり行ったり行ったり,ったり来たりするでしょだから今日の夜ぐらいはちょっと行って,行ってるぐらいじゃねで,、うん、で明日のお昼ぐらいはもう急に来ることになると思います <laughs> なるほどそこまでお考えが時間帯も含めてですねあすみません、はい、よくあのこ黒髪がよく似合っておられます恥ずかしい。 え続きまして殿を支えるマドンナ貴郷を演じられました川口春奈さんお願いします皆さんこんばんは川口春奈です貴郷、えー、さんを演じさせていただきました、えー、本日公開を迎えました本当にありがとうございますぜひ楽しんでお帰りになってくださいよろしくお願いしますありがとうございます、えー、続きまして、えー、クレイジーなド M 家臣斉藤久内を演じられました林健人さんお願いしますこんにちは えー、斉藤久内役をあ,ありがとうございます演じさせていただきました林健人です皆様今日はお越しいただきありがとうございます、えー、初日ということでおめでとうございます、えー、家族がね朝から見に行ってくれて、えー、すっごい面白いって言ってましたはいそんな作品に出られて嬉しいですはいよろしくお願いします,あり,ますありがとうございました、はいえー、最後にですね河合いい駿監督お願いします 監督を伝えました河合と申します <laughs> ありがとうございます、えー、ようやく、えー、こうして皆さんに、えー、初日を、えー、無事、えー、迎えられて感無量です今日は、えー、短い間ですけど楽しんでいってくださいありがとうございますありがとうございました